5月15日、旧ジャニーズの新事務所 STARTO エンターテインメントから5人組グループ A。ブラップが、ファーストシングル、A-BEG-INNING で CD デビューする。画像、既視感ある、A。ブラップ、キンプリと全く同じ、物議のアーシャとキンプリジャケシャとの比較。それに先駆けて4月24日には、メンバーの正門よただし、27。末沢聖也、29、草間リチャード啓太、28、小島健、24、佐野明香菜、22、のソロアーティスト写真も解禁されたが、そこでの1枚が物議を醸していて。公式サイトに掲載されている新しいソロアーティスト写真は、エンジーローバックに各メンバーがクールな眼差しでこちらを見つめている、というもの。一人ずつの写真はかっこよく仕上がっていて特に問題はないのですが、ブラップの公式インスタグラムでは、5人全員をまとめた画像が掲載されたんです。その全員をまとめたビジュアルは、それぞれのソロ写真の目元を縦に並べるという構図なんですが、これが5人時代のキング&プリンスのジャケ写とほぼ同じだと、ファンがざわついているんです。女性誌編集者、SNS には、のアーシャなんか見覚えあると思ったらのキンプリやつか。そっくりどころか顔違うだけで全く一緒。キンプリ、って思っちゃいました。キンプリのパクリじゃね。といった声が寄せられている。キンプリが平野翔、26、岸優太、28、神宮寺優太、26。高橋海人、25、永瀬廉、25、の5人時代にリリースしたナインスシングル、ラビンユー、踊るように人生を。の初回限定版 A、22年4月発売、のジャケットは、今回の A。グラップの5人が縦に並ぶ画像と似た構図。メンバーの視線の向きや顔の配置は違うが、背景の色、目元の取り方などが非常に似ているのだ。そんな、キンプリとほぼ同じ画像、が話題になっている A。グラップは、ファーストシングル、A-BEG-INNING のジャケット写真が発表された3月26日にも、人気男性アイドルグループ、E-2 のデビューシングル、A-2021 年11月発売のジャケット写真と、全体的な構図や雰囲気が似ている、と指摘する声が噴出していた。各メンバーがクールな表情で正面を見つめている構図と、白文字の A のロゴの配置が、激に、と言われたのだが、そんな意の件から間もないこと、A。グラップとキンプリはどちらも所属レコード会社がユニバーサルミュージックであることから、E2のこともあったし、こうやって騒がれる売り方なのかも、もしくはやっつけ仕事。キング&プリンスの LOVIN コーというそっくりなことに驚きつつ、デビューがパクリでかわいそうだなと、マッチでユニバは配慮してくれ、同レーベルだからかもしれんけど、だからこそ同じようなデザインにするのほんとやめてほしい、この前イニとも被っててちょっと燃えてたのにキンプリとこうむるとか、といったファンの嘆きの声が SNS に多く寄せられている。